どうして、どうしててめえみたいな昆虫のためにあんちゃんが死ななきゃならなかったんだよ、石原。市長選挙へ向け順風満帆だった佐々木の前に二社六房の連中が姿を現す。先生、佐々木先生、はあ、どうしちゃったんだろう。困ったな。まだ挨拶回りが残ってるというのに。考えすぎだ。何も起こるはずがない。起こるはずが。いや、だいたいあんな小僧どもに何ができるというのだ。そうだそうだ、何も起こりはしない。誰にも私の邪魔はさせない。君か。ちょうどよかった。むしゃくしゃしてたんだ。ああ、いつものところで待ってておくれ。すぐに行くから。あ、佐々木先生、ちょっと出てきます。明日の朝には戻りますから。先生、まだ挨拶回りが残っているんですが。申し訳ないが、先方には急用ができたと伝えておいてください。あとはよろしく。先生。ったく、あの人もあれさえなければな。いい子だな。布団の中で待っていてくれたんだ。私ももう我慢ができないよ、その顔を。早く。いやー、佐々木先生、おかわりないですね。今夜はたっぷり楽しむつもりだったんでしょ。だったら久しぶりに俺に付き合ってくださいよ、佐々木先生。何しに来た。何って、だから言ったでしょ、あんたの市長選に協力したいんだって。協力だと、ふざけるな。いいじゃないですか、佐々木先生、ちょっとだけ。
アンちゃん、これでよかったんだよな。さあ着いたぜ、佐々木先生。おい、おめえら待たせたな。主役の登場だ。お待ちしておりましたよ、佐々木先生。バレモト、さすがお前のエースだ。佐々木のお気に入りを脅して連絡させたら喜んで旅館に来たぜ。悪いな、佐々木先生、その気にさせちゃってよ。で、準備はできたか？ああ、バッチリさ。ほら、見てごらんよ、ちょうどいい特等席ができたよ。よっと。さあどうぞ佐々木先生、キャベツが一生懸命掘ってくれた穴だ。金が欲しいんだろ。いくらだ、いくら欲しいんだ。いくらでも払うぞ。だから助けてくれ。俺たちはただあんたの楽しむ顔が見て、それだけなんだ。待ってくれ。よし、キャベツ埋めちまえ。やめろ。はい、完成。いい絵だな、これぞまさにタコ坊主だ。さーて、佐々木先生、この海岸ってよ、結構潮の満ち引きが激しくてよ、今はこんなもんだが、あと30分もすりゃ満潮になる。で、お前さんのドタマまで全部使っちまう。どっ来た。ありゃりゃ、こりゃ思ったより早く満潮になっちまいそうだな。頼む、助けてくれ、何でもする、許してくれ。往生しろ、てめえはこうされて当たり前のことをしてきたんじゃ。それともあんたが今までしてきたこと全部吐き出して許してもらうかい？そうしたら波がやってこねえかもよ。ふざけるな。おい、すっぽん、十分楽しんだし、俺たちはそろそろ帰るか。ああ、そうだな。じゃあな、佐々木先生、ゆっくりカニの晩飯にでもなるんだな。おい、ちょっと待ってくれ、冗談なんだろ。おい、聞いてるのかな。死にたくない。話す、何でも話す、行かないで、助けて。海に向けられた顔は後ろが見えない。みんなはまだいるのか。死にたくない、怖い。佐々木は死の恐怖の中で絶叫する。助けてくれ。失礼します。あら、まだ寝てらしたんですか。お連れの方は今朝早く帰られましたよ。私の顔に向かって満ちた潮は、どうしても動かなかった私の手足は、みんな悪夢だったのか。そうではない。底のない沼にはまった予感に、佐々木は青ざめ、
震えた。ごめんね、マリオくんの着れそうな服なくて。いや、こっちこそすまねえ、面倒をかけちまって。知らなかったよ、節子さんが一人暮らししてたなんて。うん、病院も移っちゃったし、いろいろあって家に居づらくなっちゃったんだ。そっか。それで行ってきたの、沼津。ああ。石原！どうして、どうして殺してくれないんだよ、桜木。何度も俺を殺す機会があったくせに、どうしてなんだよ。お前、あの時もそうだった。お前は俺に萩野の衣装を渡しただけで、俺に背を向けた。どこ行くんだよ、桜木。俺を残してどこへ行くつもりだったんだよ。仲間には手を出すなとか言ってねえで、刺しで勝負だ。さあ殺してみろ、桜木。失せろ、石原。二度と俺たちの前に現れるな、てめえなんざ殺すね、うちもね。桜木。石原は汚く惨めなゴミでしかなかった。人間じゃねえ、こんなもんはけじめを取るには値しない。そんなことをやったらあんちゃんまで貶めてしまう。マリオは桜木六郎太に長い懲役を助けられたのだ。分かったんだ、俺。あんちゃんが石原に背を向けてどこへ行こうとしていたのか。あんちゃんは俺の試合を見届けようとしてくれたんだ。そんな風に思うのって変かな。うん、すげえよ、石原に腹刺されてたんだぜ。それなのにあの人、そんなことに構わず必死にゲートまで。すげえ、やっぱすげえよ、あの人は。石原や佐々木なんかに負けなかったんだよ。あんちゃんは勝ったんだ。そんなの当たり前じゃない、桜木くんが負けるわけないじゃない。そうだよな。ありがとう桜木くん、マリオくんを止めてくれて。続きまして佐々木儀助候補の演説です。大丈夫、心配ない、何も起こりはしないさ。お願いいたします。この演説さえ終われば明日は市長だ。そうすればあんなガキどもに手出しはさせん。
私が市長に。まだまだこんなもんじゃねえぞ。佐々木先生。お楽しみの始まりじゃ、佐々木先生。おい、どうしまったんだよ。ずっと黙ったままだぞ。さあ、始めるか。了解。私が悪かった。許してくれ。助けてくれ。全部話すから。これって佐々木候補の声じゃん。よね。そうだ、少年院でいつも男の子を犯していたんだ。監視の石原に金を渡してお気に入りの子を一つも。違うんだ。これは何かの間違いだ。萩野栄一の件も全て私がやったことだ。私が彼をおもちゃにして自殺に追い込んでしまった。そしてバレないように事故死ってことにしたんだ。桜木六郎太が殺されたのも私が仕組んだこと。これは萩野の件を全て知っていたこと。許してくれ。私は病気なんだ。私は嫌がる少年を犯した変態じじいだ。これじゃ落ちて当然だな。ほんと危うく投票するとこだったわよ。あいつ選挙のために病院まで抵当に入れてたって話だ。もうおしまいだな。まあ何にしてもあんな人が市長にならなくてほんとよかったわ。もう夏も終わりだよ、桜木くん。二社六房のあの子たち、これから自分の足でしっかり歩いていくと思う。で、決めたんだ。私も前に進むわ。じゃあね。桜木くん。よ、見たぞ新聞。ずいぶん派手にやったもんだぜ。お前ららしいけどな。マリオ、おめえ石原を。アンちゃんの体に入っていた玉だ。節子さん、俺たちに一つずつ持っていてほしいって。俺がやる必要なんてなかったんだよ。アンちゃんはとっくに石原を葬ってた。決着はついてたんだ。お前らは収まりがつかねえかもしんねえけど、俺はこれでよかったと思ってる。お疲れさん、マリオ。これからどうする？みんな。俺は自衛官だ。他に道はない。俺も当分は闇屋だな。結構儲かるんだこれが。それにリリーが寂しがるといけねえ。俺とりあえず実家に帰るよ。お袋も心配してるだろうし。俺はいつかチャンスをつかんで必ず歌手になってやる。僕うまいもん食えれば何だってやるよ。キャベツ、お前そればっか。マリオは、さあどうすっかな。相変わらずだな。
今はまだどこに進むとかわからねえけど、いつか俺あんちゃんみたいに。佐々木は病院も富も名誉も失い、石原は廃人になってこの戦いは終わった。だが二社六号の六人は石原と佐々木を葬り去ったことなんか何とも思っていない。こんなこと噛んだガムを吐き捨てるのと同じさ。六人はそれぞれの胸に刻んだ。これからは自由に空を飛べるんだ。愛も金も成功も満足も自分の手で掴むんだと。冷めた眼差し、何を見続けるのか。守るべきもの、この身さえ欲しくはない。 Even if it's away Just keep on flying so far away But I never give it up 今解けない絆が運命と交錯して抑えていた思い、爆発するマリオ。誰にも渡したくない。